い、到着。今日も笠木です。今年なんて笠木しか来てないねまあでも試し張りやから。さあ、そしたら設営の方していきたいと思います。おい、雨がパラパラしております。どうよまた雨やんけ。はい、今日はルクセのヘラクレス、皆さんお待たせいたしました。多分こんな感じだと思う。2736、うん、よいしょ。では貼っていきたいと思います。よいしょ。3036、まあそんな感じかな。それでよし、貼っていこう。とりあえずこんな感じ。ハスカイでもないけど、3本のポールが組み合わさってるって感じですね。これで立ち上げていけばとりあえずドーム型にはなるので、その後に横から3本。めんどくさいな、ものすごいフックの量やし。はい、とりあえず今こんな感じ。なかなかドーム型でかっこいいとは思うけど、すんごいフックの箇所フック箇所半端ないねこれ。さあ、そしたらペグ打ちしていきます。はい、それではインナー付きなので、これはインナーセットしていきたいと思います。グランドシートは引いてますけどね。お、インナー入れるとそれらしくなってきますね。なかなかかっちょよくなってきましたよ。ほんでさ、まあ、もういいけどよいしょ。グロメットがないのね。ないからつけれない。一個飛んでるもういいけど、これでどないでもなるから。こんなもん返品しようもって返品できひんからね。まあ珍しいんだからみんな聞きはるわ面白い。よいし穴開け加工。これそこのあの窓をあそこに穴開けて、これ防火素材になってるから、穴開いてるのかなと思った。穴開いてないから、ここ穴開けて煙突の穴出したいと思います。さてと、そしたら一応持ってきてよかった。穴開いてるもんや思ってた。穴開いてないのね。なんか持ってきてよかったよ。どうしようかと迷ってたんやけど、これで穴開け出るでしょ。こんな感じ。
まいことできてるやん。カバーもあるから。よくできてると思うよ。素晴らしい。で、外にアクセスできるもんね。よし、今度は薪ストーブ入れていきたいと思います。さあ、内装ができました。こんな感じで今日は行きたいと思います。まあ今日はベッド置いたからね、ちょっとスペース狭くなったけど、こんな感じでできております。さあ、そしたら柵してワンズ下ろしたらなんと待ってろうかな。よし、いいんじゃない、これで十分やと思うよ。よし、なかなかええ塩梅じゃん。よし、はい、それでは用意ができたのでワンズのホール下ろしたいと思います。雨降るつもりはなかったんけどな、また雨降ってるわ。よいしょ、はいよ、こんな感じですわ。ちょっとお茶の方飲んでいきたいと思います。お湯沸かし中。よいしょ、さあ、やっと落ち着いたな、これで。おいで、犬の器っていうか犬袋、いつもペットシーツとか入れて一式持ってくるんですけど、それ忘れて、それとカトラリーセットを忘れた。だからククサとかがない。今日は
これで行くしかない。クックさん忘れた。そんな感じでね、まな板を持ってきましたけどね、カトラリーセットを忘れたから箸もない。どうしようかな、箸作るかな。でそんな感じでございます。よいしょ、ワンズはこんな感じ。そんなに狭くないよね今日はね。よいしょ、はいよ。臭がないからなんか変な気分やけどうまい。はい、ね、それではそろそろ6時半なんでね、ご飯の段取りをしていきたいと思います。さあ今日はねブイヤベース、やったね、いっぱい持ってきたぞ。この鍋でいきます。マッシュルーム、舞茸、椎茸、玉ねぎのネギで、ニンニクのホールトマト、それで魚介の方がすごいよ、鮭、タラ、牡蠣、エビ、海鮮ミックスとハマグリかな。これで、ブイヤベース作っていきたいと思います。やってますよ、ちゃんと。ちゃんとっていうかおかしいけど。お水を 500cc よいしょ。で、コンソメを2つ。お、ちょっと美味しそうになってきたか。ただな、すくうもんがないねん。これはコンビニで箸あったからまだましやけど、どうしよう、お玉も何にもないねん。カトラリーセットを持ってきてないから、どうしよう、どうしよう、どうやって装うかな、これをこうやって装うしかないかな、こう持ってこう、うわ嫌やな。それかもうこれをお玉代わりにするかやね、こうすくうて、で違うところにこれをお玉にしようか、そっちの方がいいね。 OK、
よし、そしたら下処理ができました。鮭、タラ、エビ、ハマグリ、カキ入れます。すごいなこれ。何人前？5人前ぐらい。もっとある。あとは2体から出来上がり。やねんけど、まああの2食分か3食分ぐらいは一緒に作ってるから、こんなもん絶対一人じゃ食えんから、ね、なのであとおじやにしたりいろいろしたいと思います。最初はパンでね、パリジャン買ってきてるから、パンとで食べたい。その後おじやにするかなんかにしたいと思います。だからこれで当分煮込みますから。閉館。ごめん、違う、これ忘れてた。ホールトマト、これ一缶入れなかった。全然忘れてたわ。よし、これで出来上がりや。完全に忘れてた。よし、これで全部の食材が入ったよ。はい、やっぱりベッドは占領されましたね。布団やのに、家で使ってる布団と全然ちゃうねんぞそれお前。西川のやぞ、どっちみちね、もういいわ。好きにして。よいしょ、ええ時間になってきたね。外は 4.3 度、幕内22度ですね。はい、お、拭いてきた拭いてきた。ちょっとだけ見る？ちょっとだけ。いやー、せーの、スタート、オープン。なー、くおー、うまそう、めっちゃうまそう。匂いがもう、幕内匂いすごい。ほい、ね、まだもうちょっと煮込まんといかないので、いけないので、私のご飯の前にワンズのご飯をしたいと思います。もう普通に。でもね、ワンズのその、器がないから、シェラカップ、これココかな、これラッシーかな、でこれが、ビスで揚げたいと思います。しょうがないやん、忘れるもんは忘れんねんから。うん、よし、そしたら順番に入れていこう。こんな感じですわ。うん、まあまあ、うん、食べれてる。究極やな。はいよ。はい、それではね、できたと思うので、フーターオープン。さあ、おお、すごいことになっとんな。これはうまいぞ、めちゃめちゃうまいぞこれ。うわ、何もかもの出汁が全部出てるからな。うわ、もう何もいらん、素晴らしい出来や。そらうまいわな、あんだけのものが入ってんねんからな。うわ、これはブイヤベースうまいぞ。よし、おお、ちょっと焦げた。ええ感じで焼ける。熱っ。よし、あとちょっとこれさえ焼いてしまえば。ほい、それではブイヤベース食べていきたいと思います。さあ、うまそうやぞ。ないもんだってしょうがない、忘れたんだから。熱っ。うお、すげえ、なんだこれ。あ、うまそう。いや、これすごいぞ、マジですごいぞこれ。しこれどんな感じやろうな。うまっ。うわ、全部の出汁が全部出てる。うん、うわ、タラうめ、タラすげえうめ。ああ、鮭、牡蠣とかいっぱい入ってるかな。
ハマグリがちっちゃいの。あ、うまっ。ああ、ゆっくり食べたいと思います。ほら、なし。汁が命なんやから死ぬのみたいねんけど、リゾットのために置いときたか、置いとかんとダメなのね。あとこれだけ。あ、なんとか食べれそうやな、全部ギリギリやけど。お汁の間がなければ、うん、食べれる。よいしょ。よいしょ。さあ、これで置いときたいと思います。これでリゾットいけるやろ、こんだけあれば。すごい、これめっちゃうまいで。うわこれ飲みたい。もう中いっぱいやけどな。はい、遮蔽缶、これで置いときたいと思います。